よくこう女でやってるって言った時に、じゃあ女の感覚で感性で AV 撮ってんだねみたいに言われるんですけど、女性目線とか考えたことないです。男の監督だったら感覚で撮れることを女の私は分からないんで勉強したりするんですけど、そこが逆に強みかなとは思ってます。